言わずと知れたルナシーのギタリストがこの夏ソロデビュー。繊細に、精密に、そして誠実に、一つ一つの音が選び抜かれその世界を構築する彼、そんな杉蔵がブルービートに初登場。 You
さて続いてはルナシーの超人気ギタリストソロとしてポップジャムに登場です、杉蔵さんです。ようこそポップジャムへ。久しぶりです。よろしくお願いいたします。あら、なんだかセクシーな今日はコスチュームですね。いやいやいや、今日はソロとしてですけども、はい、どんなご気分ですか、一人で立つこの3000人の前は。こっぱずかしいですね。やっぱり歌うことの挑戦の意味というのは何なんでしょうね、ギタリストからボーカリストへ、やっぱりね、音楽に本当に身をね預けてると、だんだん歌わずにいられなくなるんですよね。やっぱり歌心ってすごい大事な気がするし、自分の中にいろんなものがあって、それをみんなに伝えたかったりするじゃないですか。やっぱり自分の言葉で伝えたいというのはすごくあって、わかる、なんかうずうずしてくるっていうか、うずうずしてますね、あとあの杉蔵さんを中心に世界 の, あのアーティストとか、はい、ジャンルの違う方と今新しい活動をスタートされてますけど、はい、どんな刺激がありますか。あのすごくね、もう言葉も違うし世代も違うしジャンルも違う、全然違う人間が集まって、ただ音を出すだけでお互い分かり合えちゃうんですよね。あの音楽が実は一番平和をねもたらしてくれる気がします。なんか世界の共通語、まさにそんな感じがねしますね、しますよね、うん、さて気になるのはやっぱり今後のルナシーの活動なんですけど、どうなるのかしらという。今俺はやる気満々なんですけど、あのここでみんなに言っておきたいんですけど、はい、来年は全国ルナシー職員します。ちょっとこれ聞いて皆さんねエキサイティングな感じがしますけども、では早速今日はソロとして、はい、スタンバイの方よろしくお願いします。杉蔵さん、視線がすごく強かったですね。パワーを感じましたけど、何者にも縛られないそんな自由なかっこよさ、この曲にはたくさん溢れています。杉蔵さんで A Prayer。Yeah.
またね。杉澤さん、ありがとうございました。